これは、もうファイナルドライブ。追い出せ追い出せ追い出せ。はい、こんにちは。ワイチャンネル前原です。はい、今日はですね、この前紹介しましたこちらの台湾ベイブレードね、うん、あのスピンファイターズってやつね、うん、これ対メタルファイトベイブレードで対決していきたいなと思いますね。はい、はい、そして今回もですね、黄金の5秒間やりたいなと思います、うん、この間にチャンネル登録や高評価をしてくれると大変嬉しいなと思います、はい、じゃあ今日せーの、チャンネル登録はここをタッチ、登録されるとグレーに変わるよ、一緒にベルマークもタッチしちゃおう。はい、ということでどうでしたか、うん、チャンネル登録してくれたかな、高評価もしてくれたかな、はい、じゃあ早速これで戦っていきましょう。はい、はい、じゃあまず私はこちらでいきます。バサルトホロギームでいきますね、うん、僕はこの赤いスピンファイターでいきます。はい、スイーツーワン、スピンファイト。あ、高さが全然違う。よしよしよし。いやでもね、フラッシュサジタリアはね、結構遠心力が効いて、この耐久というか持久は高いから。あ、間違えた、フラッシュサジタリアじゃない、バサルトホロギームだ。あら、これほらほらほら、やっぱ重いから持久がすごいよ、うん、こっちは高いからね。これもしかしてさ、何回も引いた方がいいんじゃないの。あー、何回もザー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 。じゃあ次それでやってみるか。はい、あー、スリー、ツー、ワン、ファイト。3回ぐらい引いたね、うん、さあ、あ、ちょっと動き違うよ。これはね、おー、おー、暴れる、暴れる、暴れるね。あ、さっきより回転力が、あの、ベイの高さが違いすぎてさ、攻撃できてないよね、これ。そうそうそう、両方丸いし、もしかして斜めに行った方がいいんじゃない。あー、斜めですね。これは同じ結果になりそう、うん、カチカチ対決だけど、当たってるのはプラスチックだもんね、うん、これは勝てる。わお、ジキサキ、お、攻撃されちゃな。あー、やばいやばいやばい。あー、よかった。お、ようやくキンキンいったけど元戻っちゃった。動きはすごいトリッキーなんだけどね、追い出すほどの力がないよね、うん、今回5回以上引いたからね本当に、うん、そんなに引けた。最初はキンキンやったんだけどな、うん、落ち着いちゃったね。いやー、またこの状態になっちゃった。つまんない状態ですよね、うん、つまんないよこれ。いやこれ絶対バーサルトホロギームだね。うん、もう負け確定じゃんこっち。はい、じゃあ続いてこちらフラッシュサジタリオでいきます、はい、これね高いからね、うん、少しはいい戦いができるかも。3、2、1、スタート。よし、やった。お、あ、これ、おー、あー、オーバーフィニッシュじゃなくて、なんて言ったっけ、スタジアムアウトだ、うん、スタート。おー、いい戦い、おー、いい音。あー、でも、またお、斜めになって、あー、あ、でもこれはちょっとさっきと違うぞ、うん、お、お、いい音、おいしょー、スタート。スタート、いい音だな。おー、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 いい音、すごい、すごい、すごい。お、いける、いける、おー、向こう対戦してるぞ、よいしょ。あ、じゃあ最後私こちらでいきますね、ビッグバンペガシスですね、うん、僕は青いスピンファイターに変えます。はい、スイッチ、ワン、スイッチ、ファイト。あー、もうファイナルドライブ、お、追い出せ追い出せ追い出せ、スイッチ、ワン、スイッチ、ファイト。お、どうだ、ファイナルドライブ、追い出せ追い出せ、そのままスタミナで追い出せ追い出せ、こっち答えますよ。あー、追い出せられない、これじゃ。あら、おっと、メタベイが持久で負けるか、負けそう。いや、持久で勝てるかも。負ける。あ、あー、なんとか耐えてる、勝った。
あと斜め打ちがなかったから、どうやらこれはキンキン音が鳴らないファイナルドライブ。あ、やばいやばいやばい、このままじゃやばい。よしよし大丈夫、このままじゃやばい、やばいやばい。あー、トロリンパ、あー、うち、ま、あ、また勝つの、あ、負けた。はい、というわけで台湾のスピンファイターズ対日本のメタルファイトベイブレードで戦ってみましたけれども、うん、重さ的にはやっぱこっちのがあるね。そうだね、こっちのが全然重いから、うん、あの持久力が高いって感じかな、うん、スピンファイターは、うん、あの高さがある分、うん、ちょっと持久に弱くて、うん、でこの攻撃されてる部分がプラスチックだから、うん、そこがリアルバーストしないから怖いね。とりあえず今日は大丈夫だったけどね、うん、この戦いもうやめましょうかね。はい、楽しかったけどちょっと疲れた。あー、そうだね、何回も引くからね。そうだね、しかもなんかそれ壊れるかもしれないね、そんなやり方したらね。ということで今日の動画がもしよかったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、はい、それと今回のおすすめ動画この辺りに出てますのでぜひチェックしてみてください、はい、チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。